はい、こんにちは、MM チャンネルです。今日は、キーレス連動のドアミラー格納システムを取り付けていこうかなと思います。では早速始めていきます。で、ものに関してはこういうものになるんですけど、一応説明書がカラーでこう印刷してもらっているので、ちょっとこれを見ながら取り付けていこうかなと思ってます。で、現物としてはこれがユニットですね。で、あとこれ配線になります。これを本体の内側に今から取り付けていきます。まずは内張りね、これ外していきます。で、ビス止めがここに1箇所と、あとこのハンドルの部分、これカバー外したら出てきます。で、あとこのユニットの2箇所と、最後にここにさらに2箇所、1、2、3、4、5、6、7、7箇所かな、ついてますので、今から外していきます。まずユニットから、よいしょ、一応ここにちょっとしたロックがこう入ってるので、ここね、これを押さえて切ってこう外す感じ。これも同じようにこれでロックがついてるので、これで外れた感じかな。うん、内張り外しでギュッと差し込んでやったら抜くので、こんな感じで、この内張りを外すことになるんやけど、こういう剥がすやつ、こんな感じ。こんな形で外れたので、これ残っとったら、こっちに残っとったら全部こっちに持ってきとった方がいいみたい。うん、後で入れる時にな、これをな、ということで。で、次にやることはこれ、ここが全部防水のシートになっとるの、これ、この辺が。で、この黒いのを切って、で、ここを出す形にはなるの、今からね。切る。うん、そう。切るっていうのは、このゴムを、あ、穴開いた。作業しやすいようにちょっとこう出しといて、これ外して、これ外して、次これピンク線の常時電源、これのこのピンク線なを、これを線、これな、一応3種類あって色が、
赤が電源、常時電源で、で青がロック信号で、で緑がアンロック信号、これが、うん、これロックするときにカチャって電源流して青にな、うん、でこれでアンロック、鍵が開きますよ。でこれ常時電源、うん、これね、常時電源をピンクの線に、こっちでいうピンクの線、ここにな、これ、うんうん、この太いピンクの線に繋げると、うんうん、これな、作業しやすいようにちょっとこう切ってやる。他の線切らんように気をつけて、うん。間違いない。とりあえず赤だけだとすごく、それで何とでもなる。で、OK です。これは完璧で、被覆を剥がして、で、よりよりするで、問題はこっちや。で、さっきのこの赤い線をここに近づけする。ぐるぐる巻きにしといて、抜けない、抜けたらダメで、とりあえず常時電源、接続終わり、うんうん、次にこっちな、ドアロック信号コネクター、これな、こいつ、アンロック信号、黒に緑線、黒い線に緑、うん、うん、緑アンロック信号な、これな、とまたさっきみたいにぐーっとカットしといて、で、これも絶縁テープで、あまり見た目は良くないが、ここは見えん、うん、見えんようなときに見えんけどな一応きちっと入っとかんと、で次に灰色に青、灰色に青、配線終わり。これに入った。で、ここに入って、で、こいつが、ここに戻る。
で、であとここにここにこれが来る。こいつはな。うん。うん、配線終了？うん。とりあえずこんな形で配線終了。これな。うん。うん、はい。とりあえず配線終わったんで、ちょっと試しでやってみます。ロック。あ、こういうことね。うん、そう。でアンロック。おお。うん。素晴らしい。てな感じで。復帰します復帰していこうかな。このシステムをこの裏、うん、このところにこうピッと入れるんよ。だけ一応ガタガタ専用に、強力両面テープで固定しとこうかなと。でこれ持ってきた。あ、なるほど、うん、ここにベッターとかこれだけでも全然ちゃうと思うけ、うん、配線を結束バンドでとりあえずまとめといて、こんな感じで、よいしょ。終わったんで、これを防水シートを外からするここやろ、うん、でもゴムの上やき大丈夫やと思うんやけどな。そんな元の形に戻っていきます。はい、早い。ちょっと乱暴荒っぽかったけど入った。乱暴？そんなことないと思うけど。じゃあ復帰していこうかな。さらに。器用やなあんた。とりあえずこんな感じでやってみて、これで閉めるんや。だってキーレスやけ。ほら。な。で手で開けようとしたらビーって音がする。うん。閉まった。
一遍はそれを使わないかんってことか、ほんだら、うん、かもわからんな、うんうん、よかったよかった、いけた、うん、ほんでな、ほんでな、ほんでな、はい、で、とりあえず、キーレス連動の、ドアミラーの格納システム、ちょっといろいろと苦労しましたが、どれくらいかかった？1時間半ぐらいかな、うん、ちょっとバタバタして1時間半ぐらいかかったんですが、とりあえず、無事付け終わりました。はい、ではそういうことで、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。次の動画もまた見てねー。